どうもベルです。今回は、ズームステイで、無課金や微課金の方が効率的に強くなる方法について、お伝えしていこうかなと思います。えー、こちら、あのだ、第2弾となっておりまして、えっ、ー、と、第1弾の方で、お伝えできなかった内容をいろいろとお伝えしていけたらなというふうに思います。はい、じゃあ早速ね、やっていきましょう。えー、このゲーム、ま、めちゃめちゃね、イベント狂るかなと思うんですけど、 あのこのイベント皆さんどれま,どこまでちゃんとやってますかっていうことをまずお伺いしたくてあのまあ一見結構あのめんどくさいなってイベント多いんですけどこれでも全部ちゃんとやっていけばかなり報酬おいしくてあの例えばこの今の究極のラリーとかだと、まあ、ちゃんとねあのコツとかもある,、ま、あるので、まあ、そのあたりもねお伝えしていけたらなと思います はい、えー、じゃあね、まあ、今ちょっとうち僕来てるイベントが、まあ、ラッセルの救済と、えー、ミリタントと、まあ、究極のラリーというところで、まあね、ラッセルの救済については、まあ、ひたすらまあゾンビからのイベントで、まあ、結構何度もね縫ってきたんであの詳細は省こうかなというふうに思うんですけど、あのー、基本的にね1部隊で勝っていくんじゃなくてもう複数部隊でもバンバン。 叩いていいいいててくのがまあいいんじゃないかなかと思ってますあの結局、確定ドロップで、内体、1体につき1.1か1.2個分ぐらいの、この見張り台の全勝基地ですね。これですね。この見張り台のアップグレードに必要なアイテム回収できますので、このイベント来たらもう毎日ね、めちゃめちゃ借りまくって、あの見張り台上げていくのがいいんじゃないかなと思ってます。 あのもう本当にめ多分全部でもう全部合計したら多分2万ぐらい必要なんでそれは全部ジェム決済すると20万ジェムかかっちゃうんでそれイベントをちゃんとやれば無課金でも一切ジェム使わずにもいけますよっていうところであの活用していくのがいいイベントなんじゃないかなと思ってます、えー、じゃあ次ですねミリタント、えー、舞台戦力上げろっていうイベントなんですけども、えー、とこちらこういうイベントって 事前に予告来るじゃないですか。こんな形で。例えばもう、まあ、トップ司令官とか、まあ、月曜に行きますよっていうところで、まあ、武力、まあ、武力ショットさんも準備することないんですけど、じゃこの舞台戦力を上げるのって、あの、あるい、ある程度準備できて、あの、例えばこの訓練規模拡大のアイテムはあるかなと思うんですけど、じゃこれメリタンと来たら、その前日とか、まあ、もうちょっと、その、それよりちょっと前とかに、 この訓練上限拡大アイテム使用して事、えっと、前に訓練仕込んでおいて、えっと、このイベントが来たらあの加速アイテム使ってあのその分の舞、ね、台戦力上げるっていうことができますんで一見これ8万3000戦力上げるってうのは大変だと思うんですけどちゃんとこのイベント来た時にちょ準備しておけばねあの全然無理なくいけるんじゃないかなと思ってます。 で次の究極のラリーで,でこれも結構一見加速アイテム使わないと、まあ、クリアは厳しいイベントかなと思うんですけどこれってティア2以上の歩兵部隊を訓練するっていうところで別に今自身が訓練できる最高ティアを訓練する必要性って全くないんですよあの、まあ、T も T2 をねそのまま訓練するのももちろんいいですしあとこの例えば T4 からじゃあ T まあ アップグレードの、まあ、機能あると思うんですけど、でこれで例えばじゃあ2000人アップグレードしましたって言っても、この、このタスクって対象になるんですよ。えー、ちょっと今、騎兵だとね、あ、ちょっとあれですね。どうしようかな。えー、っと、じゃあ歩兵でやりましょうか。違う、でも歩兵もいっぱいいるんだよな。ちょっと射撃どうしようかな。クリアしちゃったかな。 今ね、動画なんで今あの、加速使ってやってるんですけど、全然加速使わないでもこれクリア本当できるんで。じゃ今さっき2800人ぐらいあったんで、ちょっと200、じゃ今回ですね、293人じゃアップグレードしまして、それで,で、ね、えこんな形で、あの、今のアップグレードでも訓練って扱は使いになってくれるので、あのーまあ全、全部、全部が全部で、ね、アップグレードしてる人もいると思うんですけど、 じゃあこのイベント来たら T2 を訓練するもよし T3 ンから T4 に上げるもよし T4 から T5 に上げるもよしじゃ最初の1日目とか2日目に T2 作っておいてあの2日目3日目とかにアップグレードしていくのもよしっていうところで結構本当工夫次第で全然あの全部の報酬もらえるイベントなのであの少し意識してやっていくのがいいんじゃないかなと思ってます あのこの訓練時間とかも全部合わせたらね 7×4 の28の三十だから32時間か全部でプラス5分がまあちらほらってところで32時間ってもう普通のバックだいたい12時間から18時間ぐらいで700円でまあ一応全部ついてくるんですけどそれひっくるめてもあのこの32時間っていうのも700円から1000円分ぐらいの価値あるんで それちょっとね、意識次第でタダでもらえるって考えたら、めちゃめちゃいいかなと思ってます。ぜひね,ね、活用していただければと思います。ですね。まあ、あとはまあ、いろいろあるんですけど、まあ、特に、もちろんね、全部のイベントやるのが理想だと思うんですけど、まあ、特に忘れちゃいけないのが、まあ、このトップ司令官ですよね。あの、これほんとランキングもそうなんですけど、毎日の段階報酬クリアするだけで、めちゃめちゃ美味しくて、 もうダイヤもらえる、加速アイテムいっぱいもらえる、ビップポイントもらえる。もうね、美味しすぎるよね。大体これもね、ほんと毎日の,のランキング報酬抜きの段階報酬だけでも、もうあ、毎日1000円分ぐらいはね、アイテムもらえますんで、あの、必ず来たら、えっと、やっていくのがいいんじゃないかなと思ってます。あれ、まあタスクのそのクリアとかも、ま物によってはね、結構大変かなと思うんですけど、あの、 加速アイテムを使うのをしっかりそのようなトップ司令官に絞っていってあのやっていけばね全然クリアできる範囲かなと思ってましてあとはそうだね例えばの装備のアップグレードとかパーツのアップグレードとかもちゃんとその時にえっ、ー、と第3回のトップ司令官からかな確か来るんですけどあのその時にしっかり合わせてやれば全然あのクリアできる範囲だと思いますんで あのしっかり我慢して、そのイベントに合わせてやっていくのがいいんじゃないかなと思ってます。はい。えー、じゃあ次ですね。ちょっとイベントの次になんですけど、皆さん、この週末のアリーナ、どれぐらいやってますかっていうことをお伺いしたくて、えー、僕無事に、えー、3位に落ちたんですけど、まあちょっとこれはね、多分パーツ上げれば2位まではいけるんで、これも僕はあの、さっきの話に若干戻るんですけど、 でもこの順位とか優勢するんだったら、今僕パーツとかあげたり、あの、装備あげるんですよ。まあ、研究も全然やれるんですけど、でもそれ今やったところで別にこんな、大してね、変わんないんで、あのトップ司令官に合わせて、あの、育成我慢してやってるっていう形になってます。で,ですね。あの、週末のアリーナ、何が美味しいかと言いますと、こちらですね、アリーナショップですね。 はいすいません。ちょっと一瞬カットしたんですけど、えー、こちらのアリーナですね。まあ、何が美味しいかというところで、えー、とにかく装備素材が美味しいです。あの、もう美味しすぎてやばいです。あの、この、まあ、装備って防御生地と、まあ、カーボンスールがね、必要かなと思うんですけど、あの防御生地ってまあどうにでもなるんですよ。あの、ハイブマインド買えば回収できるんでどう、全然どうにでもなるんですけど、 あのカーボンスイールだけは本当にどうにもならなくて、あの、本当これ課金で買うとなかなか高いじゃないですかあの。パック見ていくんですけど、えー、っと、まあ、一番ね、ちょっとまあノーマルのパッケージなんで、まあ、実際に買うとしたら、あの、トップ司令官の時に着てる、ちょっとお得なね、カーボンスイールのパックとかあるんで、そっち買うことになるかなと思うんですけども、 えっと、まあ、定価だと、5個で700円なんですよ。めっちゃ高くないですか <laughs> それを、あのー、アリーナショップで毎週、これ1週間で更新されるんですけど、あのー、大体200、全部合わせて最大二2 0個,個ですね。まあ、回収できるっていうところで。さっきの、えっと、じゃあ700円5個のレートにしちゃうと、もう、それだけでね、もう1万4万四千分ぐらいっていうところで、 あの確か本当にアリーナやらない意味はないかなっていうふうに思ってます。あと、ただですね、これの上の方のやつはあの全然順位関係なく買えるんですけども、えっと、下のやつですね90、90個入ってるカーボンスチールとか、60のカーボンスチールとか、35のカーボンスチールとかっていうのは、あのランキング上位に入ってないと、購入が、購入自体に制限がかかっちゃってまして、確か。 35は100位だっけなちょっとすみません。多分概要欄にちゃんと書いてると思うんですけど、60が50位か30位ぐらいで、90はトップ10しか買えないみたいな形になってるので、あの、アリーナなるべくあの上位に入っていくと、のその分ね、今後の,あのアイテム変えて強くなっていけるというところで、アリーナ頑張っていくのがいいんじゃないかなと思ってます。そうですね。 あのこのアリーナって、まあ、あくまでこれ、自分自身の、今いるサーバーの中でのランキングなので、そのサーバーが、数ってれば数っているだけ上位入りやすいんですよ。あの、もちろんね、あの、少ない人数のサーバーでも課金者がめちゃめちゃいたら、それは別なんですけど、でも基本的に、そのまま100位以内に入るとかになった時に、 あのまあね、もちろんサーバー活気ある方がいいんですけど、こ,のことアリーナっていう面で見たときに、もちろん人数は低いほうが、ね、あの上位入りやすいんで、そういった意味だと、このまあ、移転するときの基準にね、あの数えっとまあ、言い方よくないですけど、まあ、ちょっと加速済みのサーバー選ぶっていうのも非常にいいんじゃないかなと思ってます。特にもうほんとこの装備ってめちゃめちちゃゃででかいんで あの装備欄ちょっと見ます。ちょっと以前に装備の話は前動画作ったんで、こちらご覧いただけると嬉しいんですけど、う本当使用量やばいんですよ。えっと、紫星3にすんのにもう450かかって、また、えっと、レジェンドにすんのにまた、確か500かなかかるっていうところだったり、かといってもこの装備って結局、あの、絶対的な差の一つなので、 一見ね、本当1一個上げたところで、あのまあ、ま、1.5%とか1%パ、あの1、1%とかしか上がんないんで、結構、まあ、軽視しがちだとは思うんですけど、死率もで全然変わってきますんで、と。特にね、研究速度とかが、訓練速度1%変わるとめちゃめちゃでかいし、戦闘するってなったらもう、ダメージバフでかいんだよね、本当に。今、紫で5.5%なんですけど、ダメバフは。 レジェンドで9.5%でス、スプリンまで上げると14%まで上がるというところで。もうね。ただこれ本当、課金で上げるのは無理な。まあ、いけるしはいけるんですけど。で、もうこのね、アリーナで上位取っていくのがいいあの、上位取って装備育成していくのが非常にいいんじゃないかなと思ってます。あともちろんね、装備の他にも、このアサヒっていうシェルタースキンも回収することができまして、 これね60万なんでちょっと高いんですけどあのゾンビキル経験値コパーっていうところでまあまあいいスキーなんじゃないかなと思ってます、まあ、ただえっとこの最初から60万貯めるってよりかはあの買えるだけ装備素材買っていってあのちょっとずつね60万まで近づけていくっていう方がいいんじゃないかなと思ってますもうそほんと何よりもねほんとカーボンスチールを大事にいきましょう まもしね、えっと、まあ、この朝日の永久スキン交換終わったら、まあ、訓練スピード買うなり、ですかね。まあ、装備素材買って余った分のコインを、えっ、ー、と、訓練スピードアップ。まあ、アイコンフレーム欲しい人もアイコンでいいかなと思うんですけど、に変えていくのがいいんじゃないかなと思います。ですね、まあ、さっきのですね、あの、もちろん、あの、交換するのにコインが必要なので、まあ、コインは、えっと、ランキングと、あとシーズン報酬ですね。 1>, えっと1週間に1回このシーズン報酬がもらえるというところであの,この結局このランキングでもさっき言った通りで買,あの買える購入条件も購入条件もそうなんですけどあのこのコインもらえる量っていうのもねなんやかんやでかくてあの なんだっけなヒーロー創作マップコールとかも地味に回収できるんですよ。例えばトップ20位に、15かな、トップ15位に入ってれば3枚もらえるし30、さそうだね30、40位、30位に入れば2個もらえるしっていうところで,で、これでね、えっと、結構ヒーロー育成もまあめちゃめちゃ進むってわけじゃないですけど、あの、1週間に1個なんで、じゃあ月に4個、 4回もらえますってなったら結構チリスモレででかくなっていくかなと思うんで、アリーナ頑張っていくのがいいんじゃないかなと思ってます。あの多分近々ね、ちょっと昔のアリーナ動画ひどすぎたんで、あの改訂版出そうかなって思ってますんで、あのそちらご覧いただけると嬉しいなと思います。はい。じゃあ最後ですね。最後じゃないんですね。失礼しました。えーと、こちらですね。あの、いまだに僕この動画出してないんですけど、この思い出の、 思い出の旅、どれだけ皆さんやってますかっていうところで、これも本当自分の強さが必要になってきちゃうところなんで、えマジやってんね。ちょっと、え、マジやろうえ、ちょっとマジちょ,ちょっと待って、これ後で動画撮ろう。拡大撮ってやれば、ちょっと、80回まで行きましょう。ちょっとサボってるんで。はい、すいません。どうでもいいんですけど、あのー、まあ、思い出の旅ですね。 こちらの毎日どれだけ進んだかによって、このドロップ報酬もらえまして、僕今72回終わってるまで、えっと、星3でクリアしてるんですけど、これ大体まあ、毎日3時間分の訓練スピードアップと、この思い出ポイントが、大体1万ぐらいかな ?8000 ぐらいだっけもらえて、それをね、結構アイテムと交換することができまして、えっとまあ、建設、研究のスピードアップは変えないんですけど、訓練スピードを変えたり、j d e ンのね、 かけらも変えたり、えっと、レジェンドのヒーローバッジとか交換することができますので、あの、これ結構僕もね、サブめっちゃめちゃサボっちゃってるんですけど、まあ、メインもサボってるんですけど、あの、ちゃんとね、えっと、兵隊作ったり、あの、バファ、バフ上がったみたいになったら、あの、その都度進めていくのがいいんじゃないかなと思ってます。結構ほんとね、毎日3時間ってでかいからね。じゃ毎日3時間もらえるので、 あのー、まあ、1週間だと21時間じゃないですか。もうそれって、もう課金パックだってもう700円分ぐらいなんですよ。それ毎週、毎週ただでもらえるって考えたらめっちゃでかいんで、ね、あの、サボってる人間がいるのもなんですけど、まあ、ちゃんとね、やっていくのがいいんじゃないかなと思ってます。はい。えー、じゃああともう一つですね、えー、同盟の技術寄付、皆さんちゃんとやってますかっていうところで、まあ、やってる方ね、多いと思うんですけど、 あの同盟の技術寄付、何が美味しいかって、あの、寄付したときに、この同盟ポイントもらえるのもそうなんですけど、この同盟の技術ランキングがありまして、えっ、ー、と、デイリーとウィークリーであるんですけど、えっ、ー、と、このランキングに応じて、えっ、ー、と、毎日ね、報酬がもらえるようになってます。えー、同盟代の、の、あの、同盟代の寄付量に応じたランキングなので、 えーとそうですね。どこだあったあった。これですね。こんな感じで。1位入れば毎日8時間もらえて、2位、3位に入れば毎日4時間もらえて、まあ、4位から10位に入れば1時間もらえるっていうところで、本当、忘れずに寄付していけばね、ドッテンは入れるかなっていうところだったり、あとは、ね、裏技なんですけど、まあ、僕もね、めんどくさくてちゃんとやってないんですけど、やれよって話ですね。うん あのこれって9時リセットなんですよ。寄付の、寄付の量って。なんで、えっと、リセットの直後に30回寄付できるようにしておいて、えっと、リセットされたらすぐに30回寄付して、あの、その、えっと、リセット前には、全流、あの、その、そのと、えっと、その時のリセット前にまた全部使い切って、そうすると、 えっと全、全30回分プラス、えっ、ー、と、その日の回復分全部寄付できるんで、そうすると結構上位入りやすいかなっていうところと、えー、ただ一回その30回やると、えっ、ー、と、その翌日のリセットって、じっとした後って、あのー、30、その三十回寄付できる分がないので、そしたらじゃあ一回またね、あのー、親、あのー もちろんあの、溢れないように30回の寄付回数が溢れないようにはするんですけど、もうやすあの翌日の、えっと、寄付リセットまでに30回寄付できるようにしておいて、また、その翌日に30回寄付、えっと、リセット直後にするみたいにすると、結構あの上位狙いやすいかなっていうふうには思ってますが、えー、それやってると、ウ、えー、ビークリーが上位狙えなくなるので、えー、っと、まあ、そのプライス、プレイスタイルに応じて、 ブレスエードがまリセット直後にインできたり、どれだけ豆,豆かですね。うん、僕豆じゃないんで <laughs>、やんないんですけど。また、あの、まあ、同盟のギフトとか、ちゃんと受け取っていくっていうのが。いやー、そうだね。まあ、活動報酬は一括で受け取れるんでいいんですけど、あの、この普通の買い物報酬の方って、ね、一括で受け取れないじゃないですか。まあ、なんでね、結構忘れがちかなと思うんですけど、僕結構ね、あの、特にサブは、あの、 無効になっちゃってるんですけど、まあ、24時間しか受け取れないんで、忘れずに受け取っていくのがいいんじゃないかなと思います。はい、じゃあ最後ですね。えーと、こちらですね。まあ、なかなかね、ちょっとこれも、まあ、これは僕忘れないようにね、めちゃめちゃ意識してやってるんですけど、このレーダーのやつ、皆さんどれだけちゃんとやってますかっていうところで、あの、まあ、一見これって全然美味しくなさそうに見えるんですけど、これ本当に美味しくて、 あのちゃんとスタミナも使っちゃうんですけど、えっと、レジェンドヒーローバッジもらえたり、えっと、加速アイテムもらえたりするんですが、一見じゃあ、でも加速アイテムだけだと、普通に、ね、全部やってるとしたら、まあ、ゾンビ勝ってるほが美味しいかなってなっちゃうと思うんですけど、えー、確か、えー、っと探索レベ,ルレベル8か9かな、そのあたりで、ボトルキャップっていうアイテムがもらえるようになりまして、 えっと、このボトルキャップをですね、レジェンドヒーローのかけらとか、えっと、スキンとかに交換することができるようになります。えー、ちょっと僕もね、交換終わっちゃってるんで、出てこないんですけど、えっと、14万コイン、14万ボトルキャップで、えー、こちらのですね、シェルタースキンの、えっ、ー、と、だっけな。これですね、えっと、最悪ホテルっていうスキンを獲得することができまして、 えこちらですね、スタミナ回復速度5%つくんですよ。これ結構でかくないですかあの、まあ、スタミナね、あの、一見ね、まあ、5%上がったところで対してって思う人もいると思うんですけど、5%上がれば多分毎日スタミナ使える量って100、100 200増えるんですよ。その100、200を、で、じゃあ毎日、だゃあ2、30分ぐらいね、あのゾンビ買っていくとしたら、あの、 獲得できる時短の量って違くて経験値もそうですしでそれあの1週間1か月とかもっと大きいスパンで見てきたときにこのスタミナの回復できる量ってっ、ね、このより多く回復できるスタミナって非常に成長に役立ってくれるかなっていうふうに思いますんでそう考えたときにえっとシェルタースキーをね14万ボトルキャップ使って変わっていくのも すごくいいですし、あとは、えっと、レジェンドヒーローのかけらですね。えっと、こちら3000ボトルキャップで、えっと、1週間に最大2つまで交換することができます。あの、前回の動画でも言ったんですけど、あの、ヒーロー育成するときに、レジェンドヒーローのかけらってめちゃめちゃ大事で、あの、ヒーロー1人覚醒させるのって、まあ、700枚ぐらい。まあ、正確には608 0枚ぐらいかな。えっと、そのヒーローのかけらが必要になるんですけど、 それをトップ司令官だったりラッキールーレットだったりで入手するのって厳しいじゃないですか。そうなった時に、まあ、デイリーブースターで変えるのはいいんですけど、まあ、それでも課金になっちゃいますし、あのヒーローって基本的にこの初期ヒーロー、初期ヒーロープラス紳士やプラスあの中野さん以外はカチャから出てこないので、まあ、いずれね、まあ、今の先行サーバー基準なので、 まああのいずれ半年とか1年した後に追加される可能性はあるんですけど現状では出てきてないっていうところでそうなった時にヒーロー育成するとするとなるとバンバンねレジェンドヒーローのかけら使っていく必要があるかと思いますんであの1週間に2つでもねあのじゃあ 1, あの1ヶ月にすれば8つ回収できるっていうところであの非常にこのレ,レーダーイベントやってボトルキャップ集めてレジェンドヒーローのかけら交換していくっていうのは非常にいいことなのかなと思ってます。 あとはね、この加速アイテムとかも一応交換することできますし、あとはこの収集用ヒーローのマキシンのかけらとかも交換することできますんで、あの意識してね、やっていくのがいいんじゃないかなと思ってます。こちら、日本時間の9時と日本時間の夜9時にリセットされますんで、忘れずにね、寄っていくのがいいんじゃないかなと思ってます。ところで、 ね、このレーダーのイベントだったり、あ、あとそうですね、ちょっと、あの、最後とか言いつつ最後じゃないんですけど、えー、皆さん、あの、VIP ショップと謎の商人ちゃんと活用されてますかっていうところで、えー、VIP 商人ですね、えっ、ー、と、スタミナ回復アイテムと、ね、加速アイ、えー、5分加速と、えっ、ー、と、レジェンドヒーローバッジ S に関しては、えー、レジェンドヒーローバッジ S は確か VIP8 か7ぐらいであの買えるようになるんですけど、 あのー、これ資源で交換できますんであの資源で加速もらえるってうもうねめちゃめちゃ美味しいんでサメナ回復もそうだしあともうルゼンのヒーローバッジねえっとこれもあのかなり足りなくなるものなんで忘れずに交換していくのがいいんじゃないかなと思ってますこちらあの月曜のくじリセットなのであのなかなかね まあ忘,れ忘れないか。ウ、まあ、ビップショップ、まあ、開く機会が生まれないんであれなんですけど、まあ、月曜9時になったら、あの忘れずにそのすぐに交換していくのがいいんじゃないかなと思ってます。えー、逆に言うと、このレジェンドヒーローバッチエスに関しては、あすいません、えっと、エリートのヒーローバッチエスはね、これはまあ交換しなくていいですね。と、うん、いうところと、えっと、謎の勝利ですね。えー、こちらは、えーっとまあ、資源とか、まあ、ジェムと、 資源だったり、えっと、加速アイテムだったりいろんなアイテムと交換することができるというところでちょっと今ねもう交換しちゃってるんであれなんですけど例えばこれだとあの研究スピードアップと訓練スピードアップの各3時間ってあの資源と交換できたんですよじゃあこれ資源で6時間分交換できたというのと例えばたまにねこのレジェンドヒーローバッジエスがあの資源と交換できるようなイベントがイベントというか あの交換対象に来たり、この収集スピードアップとかも、あのこちらで、ね、購入することできますんで、謎の商人が来たら、えっと、毎回忘れずに交換して、なおかつ、えっと、この更新が1回だけ無料でできますんで、忘れずに更新していくのがいいんじゃないかなと思います。ただ、1点注意点なのが、基本的にこのや、えっと、ジェム購入するアイテムはあんまりお得じゃないです。 あの例えば8時間分の加速で2 8 8ムみたいに来るんですけどあのこれまあ配下金銭は別に買っていいと思うんですよあのラッキールーレット全部回してあのブラッティーブランデーだったりまあいろんなねあのルーレットとか全部回して10万待ってるよっていう人でなおかつ VIP も上げきってあの VIP15 行ってここのスピードアップ変えてるよっていう人はいいと思うんですけど逆にそれ以外の人っていうのはあの VIP に行けあのジェム使ったり、ラッキーロレット回してったりの方がはるかに強くなれますんで、あの加速の効率って面でいった面、あのジェムあたりの加速効率って言った面でも、正直 VIP ショップのね、あのこの最終的に、まあ8時間と比べたらあれなんですけど、 一日加速まで解放できるとそっちの方がお得だったりしますしそもそもねあのジムっていうのはあの加速に使うべきではあんまりないのでというところをねぜひあの注意いただければなというふうに思ってますあとそうですねこちら謎の商人あの1回来ると2時間来なくなっちゃうんですけど逆に言うと1回来てから2時間経てば でまた次、まあ、2時間ちょいかな、2時間半ぐらい体感、うまく、あ、わかるんですけど、2時間ちょっとした後に、まあ、なんかね、アクションを起こすというか、まあ、収集したり、場内の資源収集したり、えっと、兵隊訓練したりすると、まあ、次の謎のショーに来てくれるというところで、あ、謎のショーにいなくなったなと思ったらね、な、ま、ん、あ、かしら収集したり、ちょっと、ちょっと今ね、来てるんであれなんですなんかいろいろ、なしかね、 あのこれしたら来ますよみたいなのあるんで、やっていくのがいいんじゃないかなと思います。えー、ではね、えー、今回なんやかんやちょっと動画の方長くなってしまったんですけども、えー、今回はこちらで動画の方を締めさせていただきたいと思います。えー、最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。